堂島シェフが負け越してるってことですか？十傑の席次というのは職撃の結果のみならず学業の成績や当月への貢献度なども基準になる。丈一郎は料理の腕だとダントツだったわけだが、授業は遅刻する、サボる、十傑になってからの仕事も放置、さまざまな気候も、やれやれ親子揃って似た者親子だね。